どうも、しゅんす TV です。前回の放送を見てくれた人はわかると思うんですけど、ボニーから、じゃじゃーん！ウミガメのクラッシュの人形を借りましたー！まあ一時的に借りただけなのでね、まあまた返しに行かなくちゃいけないんですけども、ウミガメのクラッシュはですね、海の生き物ということで、アンティークショップにいるストレッチを仲間にできるんじゃないかと思いまして借りました。クラッシュ、ちょっとお願いがあるんだけどいい？いやー、とっても大変そうじゃないか。俺に何か頼みがあるのか？いやー、実はね、そうなんだよ。アンティークショップっていうところにストレッチっていうタコがいるんだけど、とっても悪い心にされちゃったんだよ。でも元々はすごくいい心なんです。クラッシュの力でよかったらいい心に変えることはできますか？いやー、海の仲間はとってもいいやつばっかりなんだぜ。あ、そうそう、俺の友達にもタコのハンクっていうのがいるんだけどさ、とってもシャイなやつなんだぜ。だからさ、そのストレッチってやつも中身がいいやつだと思うんだよな。俺がさ、説得してくるぜ。いやー、クラッシュ、さすがですね。まあ、スマイリーロックさんが言ってました。ストレッチは海の生き物なので、海の生き物が説得すればいい心になるかもしれないということでですね、ウミガメのクラッシュにストレッチを説得してもらいたいんですけど、クラッシュ一人で行かせるわけにはいきません。ということでですね、まあ場所もよくわからないでしょうから、ここはポリス・ステンチーと一緒に行ってもらいたいと思います。ポリス・ステンチー、よろしくね。任せてください。ウミガメのクラッシュをアンティークショップまで連れて行きたいと思います。そして私がクラッシュを守ります。ちなみにですけど、ポリス・ステンチーの反対側のステンチーは、あるのトイバーンの社員さんの小西さんに踏まれたことで、今、怪我をしています。なかなか治らないと思うので、ステンチーは、ぜひ、これ以上攻撃されたら、やばいので、攻撃されないようにお願いしますね。ね、ステンチー。僕、次攻撃されたら、本当に死んじゃうかもしれない。そうですよね。ということでですね、ポリス・ステンチーとウミガメのクラッシュに今日はアンティークショップに行って、そしてストレッチをいい心に変えてもらいたいと思うんですけど、 iPhone ね、僕の iPhone を持ってぜひポリス・ステンチーが撮影をしてください。そしてウミガメのクラッシュとともに一緒にアンティークショップ行ってきてください。ではクラッシュもよろしくね。俺たち2匹で行ってくるからさ、しっかり留守番頼んだぜ。いやー、それでは2人に行ってもらいましょう。いやー、結構時間経ちましたけどね、そろそろ連絡来ていい頃なんですけどね、こっちのパソコンに僕の iPhone からの映像が送られてくるはずなんですけど、おお、来ましたよ、来ましたよ。よし、いいですね、いいですね。よかったらちょっと送られてきた映像見てみましょう。いやー、ここがアンティークショップってところか。とっても暗い場所じゃないか。ちょっとクラッシュさん、静かにしてください。ベンソンたちにバレてしまいますよ。ベンソン、渋い名前じゃないか。でもさ、そのベンソンってやつも俺はいいやつだと思うんだよな。心の底から悪いやつなんていないと思うんだよな。クラッシュさん、私、警察の立場から言わしてもらいますと、悪いやつがいるからこそこうして警察官がいるんですよ。うわ、何？現れたな、ストレッチ。クラッシュさん、こいつがストレッチです。ああ、紫のかわいいタコじゃないか。よう、こんにちは。俺はウミガメのクラッシュって言うんだ。よろしくな。同じ海の生き物同士、お互い仲良くしようぜ。クラッシュさん、ストレッチが襲ってこないってとってもすごいですね。こいつはいつも襲ってくるんですけど、なぜか今回襲ってきません。きっと同じ海の仲間だからでしょうか。俺たちは海の生き物同士、とっても。うわ、現れたな、ベンソン。うりゃー、うりゃ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 うさあ。大丈夫かな。ちょっとストレッチとクラッシュが喋ってる最中にベンソンが現れましたよ。大丈夫なのかな。めっちゃ心配なんですけど、とりあえずここで待つしかありませんね。お、今ドアを叩く音聞こえました？いやー、結構待ちましたよ。でも、もしこのノックの音がベンソンとかだったらどうしましょう。それとかあるのトイバーンの小西さんとか。まあでもとりあえず開けてみないとですね。ちょっと本来ならカメラを回しながら開けたいところなんですけど、とりあえずこれでなんとかいけるのかな。こうしてちょっと開けてみましょう。おー、すげえ。ストレッチとクラッシュとポリス・ステンチーが帰ってきましたよ。ということでですね、皆さん、ポリス・ステンチーとクラッシュ、そしてストレッチも連れてきてくれましたよ。どうなんでしょう、どうなんでしょう。ちょっとポリス・ステンチー、教えてください。このストレッチはいい心になったんですか？映像が途中で途切れて申し訳ございません。ベンソンが突然襲ってきたので、私はベンソンと戦っていました。そしてストレッチはクラッシュが背中に乗せて一緒に連れてきてくれました。いい心かどうかは私には分かりません。そうだったんですね。そうか、ベンソンとポリス・ステンチ戦ってたら、それはカメラで撮影できませんもんね。でもストレッチがいい心かどうかわからない状態なんですけど、クラッシュに聞いてみましょう。クラッシュ、教えてください。ストレッチはいい心なんですか？いやー、最初から俺に攻撃なんてしてこなかったぜ。海の生き物はみんないいやつばっかりだ。だからさ、このストレッチってやつも俺から言わせれば最初からいいやつだったぜ。そうなんだ、そうかそうか。でもさすがウミガメのクラッシュですね。同じ海の生き物同士、信頼し合えるものがきっとあるんでしょうね。ということは、このストレッチをですね、なんとしてでもシュンツ TV でいい心にしていくしかないんですけど、でもストレッチを連れてきた以上、シュンツ TV のおもちゃたちでなんとしてでもいい心に変えたいと思いますので、それに、そうそう、俺たちウミガメにとってさ、すぐそこにある階段って言ったっけな、登るのがすごく大変なんだぜ。それをさ、ポリス・ステンチが撮影って言ったかな、してくれたみたいだからさ、それもみんなで見てくれよな。マジか。ちょっと気になるな。じゃあとりあえずその階段を登るところの動画ご覧ください、どうぞ。いやー、海はさ、スイスイ泳げるんだけど、これを登るのってウミガメにとって結構大変なんだぜ。クラッシュさん、大丈夫ですか？あー、ポリス・ステンチ、気を使ってくれてありがとな。でももう少しでシュンズ TV の部屋に着くぜ。そうですね、ストレッチも一緒ですからきっと喜んでくれるでしょうね。すげえ、クラッシュ、いやー、本当に苦労かけたね、ありがとうね。でもクラッシュとポリス・ステンチのおかげでストレッチを連れてくることができましたので、なんとしてでもいい心に変えたいと思いますので、今日の夜中にストレッチに脱走されないためにも、おもちゃみんなで押さえて一緒にいい心にしましょう。ということでですね、またお会いしましょう。さようなら。最高、最高だぜ。おっと、こいつはすげえ、たくさん質問が届いてるぜ。お前たち最高だぜ。じゃあまずどの質問でいこうかな。じゃあこれでいこうかな。名前は星チャンネルココ&春で間違いないかな。よろしくな。クラッシュに質問です。クラッシュは何歳ですか？ああ、俺はな、150歳なんだぜ。でもまだまだ若いぜ。その証拠に見てくれ俺の腹筋。6つに割れてるだろう。はっ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 は。お前たち最高だぜ。じゃあ次の質問どれでいこうかな。じゃあこれでいこうかな。OA で合ってんのかな。クラッシュさんに質問です。亀界にガールフレンドはいますか？ああ、いい質問じゃないか。俺はな、シェリーっていうパートナーがいるんだけどさ、もうシェリーと130年一緒にいるんだよな。俺はいつでもシェリーのことを愛してるんだ。だからさ、大江も最高のパートナーを見つけてくれよな。お前たち最高だぜ。じゃあ次の質問。じゃあどれにしようかな。じゃあこれでいこうかな。秀康前田で合ってるかな。よろしくな。クラッシュさんに質問です。クラッシュでいいぜ。クラッシュさんは海で泳ぐときにクラッシュはしますか？お前たち最高だぜ。いやー、みんなとお話ししてたら時間が経つのって早いな。みんなまたいっぱい俺に質問してくれよな。お前たち最高だぜ。お前たち最高だぜ。じゃあみんなまた会おうぜ。おえ、最高のパートナーを見つけるんだぞ。